さっきも言ったけど、彼女たちは不完全な罪人、犯罪人。未来で罪人になるはずが、若くして死んでしまったために今はまだ罪人ではないという存在よ。ここではそういった子たち、犯罪人にチャンスを与えているの。真っ当な人格に構成して、現世に生き返ることができるプログラム。地獄特別法3288条2項、構成プログラム蘇りよ。蘇りは、罪人の因子を持った犯罪人の少年少女に対して、更生と復活の機会を与えるために設けられた素晴らしい特別措置なのよ。君はその指導教官。つまり、生徒を引率する先生として、この子たちと一緒に地獄の塔を登ってもらうわ。四つの試練を乗り越えて塔の頂上にたどり着けば、現世に蘇る権利を獲得する。ただ、その試練が結構難しくてね。悪い子のままだと、まず頂上まで到達できないの。だから、頂上を目指す中で、この子たちを指導して更生させるのが、教官たる君の役目ってわけ。どう？わかった？それは結構。じゃあ、4人をここまで連れてらっしゃい。首に縄をつけてでもね。君さ、この子たちのこと全然わかってないわね。まあいいわ。思うようにやってごらんなさい。どこに行く気？ちゃんと全員連れてきなさい。どこに行く気？何？もう音をあげたの？甘えな！